軍の駆逐艦。ミネ風型駆逐艦の十番艦である。艦名は夕方、または日暮れに吹く風を意味する。駆逐艦夕風は、日本海軍が三菱長崎造船所で建造したミネ風型駆逐艦。1941年12月8日の台東は、戦争開戦時は第三航空戦隊に所属していた。三航戦は、戦艦部隊と共に、 内海西部で訓練や警戒任務に従事した。1942年4月1日に参考船は解体されたが、6月のミッドウェイ作戦には4隻揃って参加した。その後、法将と夕風は日本本土で訓練部隊に所属した。その後夕風は対戦相当に従事して終戦を迎えた。輸送艦として行動した後、 賠償艦として、イギリスに引き渡された。1919年5月24日、日本海軍は伊藤駆逐艦5隻をそれぞれ潮風、秋風、夕風、立ち風、歩風と命名する。各艦は伊藤駆逐艦に類別された。このうち、秋風と夕風は、同時期に、三菱長崎造船所で建造された。1920年12月14日、 三菱長崎造船所で、軽巡洋艦基礎と駆逐化学風が浸水する。同日、銅造船所は夕風を寄港した。1921年5月28日、夕風は浸水した。同年8月24日、夕風は巡航した。横須賀鎮守布石に編入。同年12月1日、日本海軍は、ミネ風型4隻で、第3駆逐隊を編成した。 第2艦隊に所属。1923年12月1日、駆逐隊の編成外が行われ、第2駆逐隊と第3駆逐隊になった。1924年12月1日、駆逐隊の編成外が行われ、第2駆逐隊、第3駆逐隊、第4駆逐隊となった。第3駆逐隊は、しばらくこの編成で行動を続けた。 1928年10月11日午後9時20分、小演習に参加中の浦賀水道において領艦、島風に衝突し、その運舷艦首に大破壊を生じる損害を与え、夕風も艦首に軽微な損傷が生じ修理を行った。1936年2月26日に勃発した2.26事件では、横須賀警備戦隊機関の基礎と第三駆逐隊、 第七駆逐隊等と出動。海軍陸戦隊を横須賀から芝浦へ輸送する任務に就く。1937年8月19日、夕風は第三駆逐隊から一旦外された。9月1日に復帰したが、同年11月19日に再び第三駆逐隊から除かれた。同年以降、河中の沿岸作戦に参加したほか、 南洋諸島やカラフト沿岸の警備任務に就いた。1938年12月15日、第3駆逐隊は解体された。1940年11月15日、日本海軍は小型空母、包丁及び龍城とミネ風型駆逐艦4隻の第34駆逐隊により、第一艦隊冷下に第三航空戦隊を進編した。 1941年3月には台湾海峡東方海上にて座礁したが、道潮と共に立証に成功しことなきを得た。同年4月10日、日本海軍は第一航空艦隊を新編した。同日府で劉浪は新編の第4航空船隊機関に転じ、第3航空船隊には査機型潜水母艦を改造した軽空母随宝が編入される。また、 第34駆逐隊は第1航空戦隊に編入される。夕風は第34駆逐隊より除籍され、そのまま第3航空戦隊に所属した。さらに駆逐隊に所属せず単独駆逐艦だった、六月型駆逐艦10番艦、三日月も4月10日府で第3航空戦隊に編入される。第3航空戦隊は4隻となった。9月1日、 第3航空戦隊司令官と第4航空戦隊司令官を入れ替える人事が行われ、角田各自少将は4航戦司令官へ転任した。それまでの4航戦司令官、桑原虎尾少将が3航戦司令官に捕食される。夕風は臨時の第3航空戦隊機関を務めた。第1艦隊霊下の第3航空戦隊は4隻編成で、 第二次世界大戦開戦を迎えた。大東は戦争開戦日となった1941年12月8日、朝、連合艦隊司令長官山本56、大象直卒の戦艦長と以下、主力戦艦部隊と共に出撃する。第三航空戦隊として、主力部隊と行動を共にした。南雲機動部隊の損傷艦収容や援護を目的に出撃したが、 機動部隊のハワイ奇襲作戦成功を受けて、小笠原群島近海で反転した。この時、法将は護衛の駆逐艦3隻と共に、主力部隊から落語していた。主力部隊は13日朝に、葛島白地に帰島する。法将は、主力部隊から数日遅れて、呉に帰島した。1942年3月12日、米機動部隊による東京空襲を警戒し、 作敵のため、法相と共に、小笠原諸島まで出撃する。しかし、快敵しなかったため、父島に寄港し、補給の後帰島した。4月1日、第3航空戦隊は解体された。各艦は第1艦隊付属になった。同年6月に起こったミッドウェイ作戦における、法相と夕風は、戦艦山和以下の主力部隊護衛として出撃する。 主力部隊は山本長官直卒の主体と第一艦隊司令長官高須志郎中将指揮下の警戒部隊という編成であった。夕風は合わせて洋上級用タンカーの護衛も行った。しかしミッドウェー海戦により日本海軍は大敗、主力部隊も交代したため戦闘には不参加だった。6月14日。 連合艦隊主体は桂島白地に到着した。7月14日、法省と遊風及び第一航空基地隊は新編された第三艦隊の付属となった。以後も法省に付随し、内海で対戦商会及び法省の追上駆逐艦として空母着海訓練の支援に従事する。時には法省と共に航空部隊が行う雷爆撃訓練の 目標艦も務め、演習終了後には、訓練魚雷を大分航空隊基地に運搬した。なお、この雷爆撃訓練には後に陸軍機も参加している。放送に対する雷撃訓練を行ったという。夕風は、舞鶴鎮守不在席官だったため、定期入居修理は舞鶴海軍交渉で行い、その他は瀬戸内海で放送の後押しに従事した。 王将の他にも、改造空母の着艦公民にも、警戒艦として随伴している。このこともあって外地にはほとんど出なかったため、戦績も、なく、武勘や戦火には恵まれなかったが、終戦まで無傷で残存していた。なお、大戦末期でも30ノットほどで航行できたという。また、終戦時残存していたミネ風型は4隻であり、うち、サワフは、対戦学校の試験。 練習艦に改装、潮風、波風は回転搭載艦に改造されていた。1943年1月15日、日本海軍は第3艦隊の励下に第50航空戦隊を新編した。50航空戦隊の任務は母艦登場員の連成を主目的とし、発着艦、雷爆撃訓練、横須賀をはじめとする基地航空隊、 内海へ帰還した空母の関西機体、ナイチルス部隊、心臓艦、潜水艦学校等が行う、各種訓練への協力、本土近海に出没し始めた、米潜水艦への対処、紹介と多岐にわたった。最初の所属部隊は、カノヤ海軍航空隊、追記海軍航空隊のほか、空母、包昇と、流砲、遊風、標的艦、津であった。 1944年1月1日、日本海軍は第50航空戦隊を解体する。宝省や夕風は第12航空艦隊零下の第51航空戦隊に編入された。2月2日、宝省や夕風、摂津は連合艦隊付属となった。海高の栄光路1945年春頃、宝省が予備艦となって、 クレコに係留されたことに伴い、夕風は、別府方面へ移動となった。新たな任務は、空母、カイタカと共に、地上発進の航空特別攻撃隊や、水中特攻兵器、回転の標的艦訓練であった。7月24日、別府湾内で空襲を受け、無傷で回避したものの、山口県の室津港へ退避することにした。しかし、別府湾を出た、直後の夕刻。 海高は完備に食らい、航行不能となった。このままでは、翌日の空襲で、撃沈必死であったため、両艦艦長相談の上、ひとまず海岸まで栄光し、雑させることとなった。とはいえ、基準排水量1200トンほどの駆逐艦が、同量14000トンほどもある空母を栄光するのは困難の極みであった。栄作は、海高の備品直径メートルワイヤーを、 使用、これを、夕風の一番方塔に巻きつけ、さらに、海高の描差も海中に下ろして、重りとする等ワイヤが緊張しないよう工夫し、ようやく栄光が始まったのは22時頃であったという。速度も2ノットほどしか出せなかったが、幸い海も風もないでいて、栄光中に、ワイヤが切れることはなかった。しかし、一番方塔基部で、油漏れが発生し、かなりの緊張を強いられた。 夜半、空襲を受けたが無事切り抜け、翌朝8時ごろ、別府安北欧の西津海岸10月に除籍され、同年12月、特別輸送艦の指定を受け、都合19回の福音輸送に従事、軍人約2000名、法人約6300名の輸送に当たる。引上げ者の輸送実績は以下の通り、なお福音船として行動するに当たって、 1946年1月、第1.3番魚雷発射艦跡及び第3居住苦情艦板の3カ所に、自民輸送、福音業務終了後、横須賀校長を裏にて掲載した。ここでは、同じく福音業務を終えた大鳥賞も掲載されていた。古参の乗組員は、二度と見られまいと思っていただけに、特に懐かしがったという。その後、特別保管艦に指定され、 1947年7月、イギリスへ引き渡しとなる10隻が佐世保に集結される。食料運搬艦、早崎沖艦とし、26日にシンガポールへ向けて出港した。開港艦は、駆逐艦、解剖艦、苦戦艇等が含まれていたが、戦時急増艦も多く、故障や漂白が多発したという。夕風は故障もなく、単艦先行して、他艦より1日早い。 8月15日にシンガポールのセレター軍港に到着した。この時の艦長、田口光成氏の改造によると、そこでは在シンガポールのインド人が百数十人も集まり、インド独立の記念とご礼に、と、日本の愛称か愛国行進曲を日本語で合唱する歓迎を受けたという。翌16日には、他艦も到着、引き渡し作業を行った。その後、 まだ現地に残っていた南西方面艦隊司令部に挨拶、報告を済ませ、開港員は早崎にて帰国の途に着いた。その後夕風は現地で解体され、26年の歓歴を閉じた。夕風元乗組員は田口氏に最後を見届けていただいたことと言い,い、夕風と乗組員は誠に幸運であったと実戒している。夕風の浸水式で使われた質な切断用長なは。 そのまま館内で保管されていた。戦後は、旧塗組員で結成された、夕世会で大切に保管されていたが、戦後50年の節目に、夕風の故郷、三菱重工業長崎造船所の資料館に寄贈された。三菱側はこれを、幸運の斧と命名し、大正時代のコーナーに展示している。なお銅造船所は、海高の前身。 アルゼンチナ丸の建造と空母への改造も行っていた。夕風絵はがき浸水式で配布された記念絵はがきは2種類確認されている。絵はがきを入れた袋にも夕日と風、ほかけ船がデザインされている。艦長たちの軍艦誌229から231ページによる階級は就任時のもの。ありがとうございます。